フープゾンビシールドとか結構使った方がいいかもしれないね。あれ使ったんだよね、うん、これぬるっと始まってます、はい、あれ始まった、来てた、ぬるっと始まってます。ごめんごめん、俺ら大体ねこういう風な感じでね、そう油断しますからね、すいません開けてました。さあ続けてですね、あの小島店員さんは今急いで半蔵門向かってますので、はい、引き続き、はい、アンブレアコアやりたいんですけれども、あの次はですね、ブンブン林チーム対、デデオシーちゃんチームでやりたいと思います。ボンクラズをぶっ殺せばいいんだな、これは。ちょっと待ってください、ボンクラじゃないから。違います、さっきとは違うから。やってやりましょう、やってやりましょう。さっきのですね、あのピンパッチ、はい、あれは持ち越しで、うん、あのまたこれからアンケート取りますので、はい、見事当てましたら10名様に抽選で、はい、プレゼントしたいと思います。増えてない、55、さっきの5持ち越しで今回も5あったから、ラストチャンスだからな、お前ら。そう、これラストチャンね、分かってんだろうな。ここね、じゃあ早速アンケート取りましょう。そう、はい、俺は手加減のできないとこだからな、お前ら。取らなくても分かってるよ。みんな分かってる。いやいけるいけるって。ダメですよ。9割超えないかな。大事なのはその後応援コメントみんな書いてくれることだからね。確かに。応援コメントの中から抽選で受けますから。さあ、これどうなるのかな。それ次第で。そうなんです。はい。ドン。え、意外と意外と入ってる。さっきよりも高いですよ。高いよ。おかしいよ、ね。おかしい。どういうこと？君は正気じゃないよ。やべえ、分かってる人知らないからね。よっしゃ、やっちゃるか。まあいいや。やっちゃるか。あ、でも6割の人かわいそう。それであのさっきですね、あの途中でハンドガンルールを入れたじゃないですか。で、今回も、うん、あの先に2セット取ったチームはハンデ戦にしようかなと思ってまして、そのハンデの内容もちょっとアンケートで決めたいと思います。でハンドガンだけではなくて、今出ますかアンケート、ハンドガンのみ、もしくはゾンビバイルのみ、もしくは移動はほふく前進のみ、この3択で。どれもすごいな。俺いつも先に2勝したチームはもう勝手にもうこれになっちゃうというルールでいきたいと思います。フラワーほふく前進、アンブレナコはほふくそんなに弱くないからね。そう、結構早いのみはね、面白い気がする。ゾンビバイルのみも結構熱いんですよ。熱い、ね、邪魔をしてるので、うん、お割れた、ほふくだ、ほふくな、うん、オッケー。じゃあ、はい、先に2勝したチームはほふく前進のみでやるというルールでいきましょう。いいよ、はい、はい。でもほふくね、意外と早いですからね。でもこれ邪魔を壊されてほふくだったら相当やばそうですけど。やばい、やばいね。ほふくの場合は邪魔を丸出ししてるので、うん、ね、壊されやすいからね。さあ、早速やるぜ。じゃあ編集を、はい、オッケー、頑張りましょう。頑張りましょう、はい、頑張ろう、頑張ります。ボンクラ2人をやっちゃった。いや、チームワークでいける。ちなみに開発は順調なんですか、デイブス。もちろん、はい。もちろん。今ちょっとなんかこう、はい、ボーボーしました。気のせいですか。さあ、どっちから行きますか。さあ、どっちから行こうで。デドさん、一緒に行った方がいいですか。一緒に行きましょう。はい。階段から行く、速攻。あ、いた。どこにで、デデオのことだからね、あいつすぐこもるから。多分模倣服全身やってるじゃないですか。あー、バレてる、後ろから来てます。待てるよ。やって前回やってます。ちょっと今ラジオしてないけど、今のは良くない、今のは良くない。おい、ちょっと離れちゃった。そうですね、あと完全にあの後ろ取られてました。66%のために頑張るぜ。頑張るよ。このように一試合がすぐ終わるんですけど、またすぐ始まりますので、はい、どんどん自分自身をレベルアップするチャンスとして結構大体試合間隔長いじゃないですか、はいはい、でも1試合の間隔すごい短いんで、そうですね、サクサクやるでいいですね。折り返しの階段のテンポがいい。折り返しの階段、また落ちて左子、落ちて左行こうって言ってた。ちなみにこの窓のキーとか取り除くこともできまして、あの次のラウンドにその変更を持ち変えられますので、あの負けたとしても次のラウンドで戦略として使えます。後ろ見てます。ドアとかそういったような工夫も全部その仕様となってます。あ、いいチームプレイしてるんですね。ビデオチーム。後ろいない。この曲がり過労じゃないですか。このようにあの結構複雑なマップ作りとなってるんですね。狭い分、いろんな穴とかいろんな抜け道がありまして、
で最初はまあカバーを使ってなかったんですけど、はい、これカバー使うと向こう側見れるじゃないですか、こうやって。はいはいはい。それ強いですよね。そうですね。うん、FPS と TPS がいい感じになんかミックスされてるっていうか。そうですね。うん、本当にそうですね。あのさすがに何度もプレイしていただいたあの方の発言なんですけど、最初はあまりカバーを使わないと思うんですけど、どんどん自分のスキルが、そうなんですよね。慣れるとカバー使えますよね。はい、なおさらそのアナログカバーが上に立って、どこまで自分に見えるか、微調整はあの可能ですね。今ゾンビジャマ誰も壊されてないのでゾンビは襲ってこないんですけど、急にあの壊されて変わってくる可能性もあります。あうちやられた、生きてます、生きてる、やられた。じゃあブラボーデリオチームは1人ですね。2人ですね。2人行ってます、はい、ブラボーチーム。みんな無言、コメント、コメント、はい、ちょっと合流しよう、合流。はい、超離れ、下かな、セーフなプレイをしてるんですね。これ1分切れたところでお互いどこにいるのが分かりますので、永遠に隠れることがないですね。あー、ゾンビに乗っちゃった。やったやられた。やった。11ですね。11。いいね。やっぱチームワークだね。そうですね。今のちょっといい感じでした、ね。いい感じだった、ね。ナイスボンクラじゃないよ。したいし。ボンクラやるじゃねえか。ボンクラじゃないです。もうボンクラじゃねえから。ボンクラにしては、ボンクラにしてはやるじゃない。いや、どっちが勝つ全く読めないですね。わかんないね。ちょっと今の感じでいきたいです。Remember, just this. ちょっと戦略変えたもんね。マッチングオペレーション。このように一度開けたシャッターをもう一回閉められるんですね。ちょっと待って、普通のゲームだとまだ行く、あ、フル投げられる、ちょっとだけ開けて下がシャッターの向こうでしたら逆に横の穴から見て後ろから攻めていくのもありますし、あ、いる、下がって、下がって、下から上の方にも打つこともできます。網状態となっています。待って、あまりは上に回転してこのようにあのマップがコンパクトにできている分、あのすぐその構成を覚えられまして、あのコミュニケーションがどんどん取りやすくなる。階段飛びますね。邪魔だね。ゾンビ邪魔だな、これ。ゾンビ邪魔。はい。はい、やった。くだらないこと言った。いろいろ橋もあった分はちょっとそれ落ちが痛いです。今1回に打たれた。2対1となります。あ、やったんだけどね。一人殺したけどダメだ。さすがに2対1だったの間に、ね、うん、いやバラバラだからな、ボンクラのはバラバラじゃないよ。いい感じだと途中まで。あ、これで僕らはほふく縛りですね。あ、そうか。見せつけよ、俺たちのほふく力を。ほふく力。ほふく前進になるからね。ゾンビジャマ、そうですね、壊しちゃうと壊しやすくなって って思うじゃんと思うんですけど、ダクトとかに入ったりしますし、ゾンビの足元で隠れたりすることもあるかもしれない。あいつは邪魔壊れたぞ、もう俺やばい、俺やばい。あいつやべえぞ、あいつやべえぞ。部屋の中にいるっしょ。あ、やられた、ごめんなさい。大丈夫、まだ上に。よし、行くぞ。いました、我々。行くか、ほふく部隊。ほふく、ほふく部隊。ほふく、行けや。でーでんでーでん。ゾンビ怖い。下に、下にいます、下に下にいます。でも、ちょっとゾンビ怖いんです、ゾンビ怖い。ゾンビさん、頑張れ。あ、こっちゾンビだらけじゃねえか。ゾンビ頑張れ。ゾンビジャム壊されてるので。あー、やめてー、こっち来ないで。デリオさんにも、ゾンビに追いつかれてる。
手錠の生活をして、なんかあの痛風来なかったりするから。多分ゾンビがどこに向かってるかを見てる。あ、ゾンビこっち行ってる。あ、痛い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 。あいつ光りながら逃げてる。あいつ光りながら超逃げてる。あ、痛すげえ。晴れですね。ツアーやってる。超前。ゾンビツアー、ゾンビツアー。ゾンビ見に行こう。これ見に行こう。ゾンビ頑張れ。観光者。頑張るゾンビ。安全方から来てますけど、これ。すげえ。ゾンビが。これ超面白い。ゾンビ超すげえ。ゾンビすげえ。ちなみに、大抵シーンやる前から、あのゾンビ邪魔を拾うことも可能。あ、相手のチームのやってやりました。やってやりました。ゾンビちゃんも壊されてなかった。ゾンビさんすごかったっすね。ゾンビさん半端なかった。ゾンビさん半端なかった。まあ予想通り通風この中いました。いました。いやー、ちょっと。でも勝ち。あ、そうだ。マジか。というわけで、あのコメントをいただいた方の中から抽選で10名様に、はい、ピンバッジをプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。俺今日全敗じゃん。やった。もう一回やりますか。もう一回行きましょうか。時間ある？わかりました。行きますか。はい。そうしましょう。ショットガンにしようかな、じゃあ。武器もね、いろいろ武器を変えてみて。ショットガンにしてみます。これ、あの最終的にいろんな武器を用意しますけど、はい、こちら、あ、縛りのアンケートもう一回。違うのやつ行こうでしょ。そうですね。ハンドガンか次、バイルで行こうよ。縛りにバイルやりますか。バイルやってないから。結構意外と早いんだよ。バイルで行こうよ。そうですね。バイルで。アンケート出してバイルで行っちゃいます。はい。はい、お互いバイルですか。バイルですね。そうですね。はい、お互いバイル。じゃあ全員バイル。じゃあ始まったらすぐ L1 をして。あ、もう最初から。うん、行くで。最初からバイルする。開幕バイル？あ、ノーマルで。まだ最初ノーマル。最初ノーマル。最初普通にやってる。時間的に。行ける？はい、大丈夫です。あ、いいよ。はい、まあ、最終的にいろんな武器の選択が可能になるんですけれども。こちら TGS のビルドとなっているのであらかじめ3セットを用意してまして、その中であのゾンビジャマを無効化する手榴弾とかちょっと変わった武器もありまして、ショットガンとか近距離で無敵になるような武器もありますので、間違えてた、できちゃった、サンマシンガンですね、これは。はい、アナログカバーを早速上達して使ってます。結構なんか慣れてくるとアナログカバー使えますね、これ。そうですね。あ、一人やったけど俺邪魔壊れてるわ。マジか。あ、いた、やられた。行くか。どこ？上じゃない？まだそこにいますよ。どんどんゾンビが襲ってくる。離れて。あ、マジで。どうしようかな。俺ゾンビに人を下げられるから。そうですね、このようにゾンビジャマを壊されるとゾンビを攻撃するしかないので、ここだけなんかバイオっぽいな、変になんかノーマルのバイオみたいな。なんかいた、なんだ。先ほど実は自分のゾンビジャマを回復できたんです。嘘でしょ、そんな死に方ある。え、嘘、ゲトさんの邪魔だ。ゲトさん何があった、何してた。俺も壊された。邪魔が壊された。え、勝ったんだか、これで。勝った。マジどこいたんだか分からなかった。めっちゃ見えなかった。でおさん。ゾンビしか見えなかったよ。さすがにボンクラすぎでしょ、なんだこれ。勝ち確だと思ったんだけど。入ってきたと思ったら、ってか入ってくる人があったのかってこと止まったけど、ね。いや、やっぱね、あの、攻めた方がいいかな。なるほどね。待つだけの人生はもういいかな。懲りましたね。やばい。スーパーボンクラしかな。この負けた、倒されました。あれショットガンかな今の。いや、ハンドガンハンドガンか、うん、ハンドガンは意外にあの強いんです、ね、強いですね。接近戦だったらな、ね、壊れてる、これ邪魔、うん、俺が壊れてる。あ、マジか、回収さんにするかじゃあ、うん、倒された相手チームの人を見つけて、ゾンビ、あ、ジャマを取ったと思いますね。あ、取ったんですか。そうそうそう。あ、相手チームのゾンビが、あの、ジャマが壊されてない。あ、回復した。回復はできるんですね。やった。何どういうこと？相手側のチームメンバーが倒されてるんですけど、ゾンビジャマが壊されてない場合は、その上を取ると。あ、それ奪ったんだ。奪えるんだ。味方には無理。そんなシステムがある。
味方なら見つけ、そういうこともできるんだ、すげえ。監視してる場合じゃねえな。そうです、すいません、早速やられちゃったんです。しーちゃんのゾンビジャマーでわしがメタにナイコップだと思うんですけど、はい、ラッキーだと思ってもいい。さあ、ここ行きはどこかな。ヌルフ挟まれそうです。挟むか。デドの性格から言って魔法復元してるんですか。どっかな、2階いねえな、2階階段どこいます。はい、はい、なんかちょっと嘘っぽいんですけど、はい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 、もう分かったな。来た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 、通風庫通風庫、通風庫バレたら挟まれて終わりじゃないですこれ。それはそうですね。まあ正面から来ます。練習でやる、はい、完璧。足を狙ったので、はい、ここからバイル縛り、バイル縛り、はい、OK。 じゃあこれ全員バイルですね。あ、全員全員バイルではないですか。俺だけ、俺がこちらのチームだけ。あ、わかりました。はい、了解、バイル縛り。これゾンビシールでバイルってできますか。あの、できると思います。ちょっとできるしてみて、試しながら試してみてください。できるっぽいですね。できる、はい、ハンドガンと、ハンドガンとはできるんですか。そうか、ハンドガンにしといて、こっちはゾンビバイルじゃなくてもいい。いい、そっちは何でもいいです。はい、でもここはあえて、This is how professional does things。 そこはあえて、まさか。あ、なんかデデオさんがゾンビシールドやる。なんか一人で突っ込んでたんですけど。お、できた、できた、ゾンビシールド。ハンドガンとダメだな。あ、いました、いました、いました。あ、じゃあダメですね。あれ、もう一人います。なんとこった、やってまった。あ、いける、いける、お、よいしょ、やべえ、どこ、後ろ、後ろ、後ろ。あれ、しーちゃんまでゾンビバイルになったけど、別にどっちでもいいんだよ。ああ、オッケー。どっちでもいい。勝った、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 やばい、バイルで勝った。あれ、デデオさんやられてたんですか。なんとこった。イエーイ、デデオさんいるか。ゾンビシールドしたからバイルいけるかなと思ったら、ハンドガン固定になっちゃって、ルール的にこれは無理で、ね、ハンドガン出した、やられちゃった、申し訳ない。じゃ最後もう一回時間ある、いけるかな。じゃバイルでやってみますか、せっかくだから。そうですね。カウンターってどうやるんですか。カウンターは、あの、殴りかかってきた人に対して近接攻撃。なるほど、なるほど。まあ、あるボタン、カウンターは殴りかかってきた時に、あ、そうなんですか。右ステップ押し込めば、そうそう、ライトスティック押し込めば、スティック押し込みでカウンター、はい、殴り、はい、お互いにゾンビバイルを使うと弾き合うんです、ね、そうなんですよ。タイミングよく違います。お互いゾンビバイルでやってみますか、はい、せっかくだから。じゃあ始まったら、まあ、よくあるのは、お互いゾンビバイルを持ってて、はい、あの、お互い攻撃ショットすると弾き合う結果になるんですけど、実はそのタイミングで拳銃に持ち替えて後ろのにすがりながら撃てば勝つかもしれない。なんかかっこいい。瞬間的な判断が必要ですね。いくぞ。おお、ちょっと、うん、取りました。なんか落ちた、なんかいきなり。オッケー。あ、やれたやれた、ごめんごめん、やれた。うわー、早い、やられた、早い。これなんか違うゲームだから、なんか違うゲームだから、ね、今つばずれになって、どうし、なんかこうカーンっていったもん。そう、仕切りなしだった瞬間にもう一人こう頭からバイバイバイって、結構ムラがありました、ね、やばいこれ。早い。このように、その、あの、打つのがあまり前行くとではなくても、うん、あの、参加できるんです、ね、なるほど。でもう一回こうバイバイ、新宿の喧嘩ってどういうこと。新宿物騒すぎる。いやだ、そんな新宿。そんな新宿やだ。新宿もうちょっと平和だから。上じゃないですか。あ、いる、前から来てます。デデオさん後ろ、後ろ、後ろ、後ろ。カウンター、あった、はい、おお、あー、今カウンター決まりましたね。カウンター決まったんですけど、別の人に、このルールになったのさん活躍できるってことは、ね、あの、俺銃狙うの苦手だもん。あのね、デロさん気づくの遅いっす。こちらのお客様のためにデロ、こっちが強い、頑張った。これはこれで楽しいですね。楽しい、なんか 別ゲームみたいな。使い分けできるんで、うん、全然。そうです、本来はその瞬間瞬間にどちらの武器を使うべきかっていうのを判断していただいて、打ち打ちをして、はい、これ最後、最後です。あ、そうですね、ゾンビバイルもチャージはできるんですね。バイルチャージって、あ、こうか。そうですね、で、強い方が勝つように。え、
もう、まあ、お互いにチャージしてる。赤くなった俺のファイルが。でどうやって貯めるんですか。うお中2、L2 ですとか押しっぱなし。R じゃなくて L2 を押しっぱなしで。うわ本当だ。今もう最強の状態にある、うん、燃えてるぞ俺のファイルが。出会えないんだ。私オートもしてるので、あの実際にプレイしてヘッドホンをつけてるとこの人がどこにいるのかすぐ分かると、その弱点もあります。音がいい。これ一瞬で決まるぞ。これあ来ました来ました。怖い怖い。あとは、まあ、光でも分かるんです。うわあ、後ろ来た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 。カウンター。あーいやりました。やったやった。素晴らしい。なるほど。これ面白いですね。デトさん急に強いですね。どうしたんですか。あのよかったですね、最終的に。はい、銃の使い方よく分かる。はい、いやー面白いな。面白いこれ、はい、面白い。あの見せていただいて非常に楽しかったですね。いやでもスピード感がすごいあるんで、はい、テンポがいいっすよね。ちょっと軽く汗かきましたよ、はい、まさにあのその作りようになってまして、はい、本当にその対戦型なゲーム、あの格闘ゲームとは言ってもおかしくないと思うんですけど、はい、もうガンガンあの遊んでいただきまして、はい、あの負けたとしても次のチャンスがすぐ来るので、うん、上達が非常に早いですね。大体こういうのなんかキルされちゃうと結構待ち時間長かったりするんですけど、そうですね、はい、この早いのがいいですね。そうですね、なるべくそういうところを省いてる、はい、あの作りとなってまして、うん、まさにあの今日は初めてプレイしていただいたんですけど、はい、もうあのマップを覚えていらっしゃったと思いますので。そうですね、そのように実際にあの、うん、自分の家でも遊ぶ場合にはどんどん上達できると思います。はい、続報を楽しみにしています。はい、ぜひ。告知が最後、はい、テースあると、はい、お願いします。はい、バイオハザードアンブレラコを見ていただきました、ありがとうございました。はい、2016年ショート発売予定でございます。はい、近日にまた新しい情報がありますのでぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、お願いします。次です。はい、いよいよ来週1月21日バイオハザードオリジンズコレクションというバイオハザード1とバイオハザード0の HD バージョンのリマスターバージョンが一つのセット商品としてプレイステーション4と Xbox One に登場します。はい、またバイオハザード0すでにバイオハザード1を買っていただいているお客様に対してバイオハザード0を別途購入していただくことも可能でございます。ぜひよろしくお願いいたします。はい、これでマンションの事件の全てが分かるようなパッケージとなっています。そうですね、はい、分かりました。面白いですね。楽しみです。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけでデムさん、今日はバイオハザードアンブラコアでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。さあじゃあ移動しようか。このまま TKG ですか。はい、行きますか。じゃあデデオ も一緒に TKG TKG 食うか。 TKG あれ席はアンブレラコアあれなんですよ。ブーブー後ろだって。あ、俺後ろ、はい、その俺が好きな服のサバゲーのメーカーとコラボしてて。あ、そうなんだ。そう、俺が着てる服もねゲーム内に登場する。あ、そういうのがあるのがいいよね。全く同じのが入ってたからたまたま。これね、俺が上下これ着てるんだけど、これ、ま、そのまま入ってる。あ、そうなんだ。多分そうそう。デドーザーのチーム あのこういうなんかトレーナーとかパンツとかはこれだったね。でかっこよくてねすごい好きなんだけど、ほほ、その辺もねサバゲーやってる人とかはねいいよね。で、すげえセンスがいいんだよね。さあ今日の TKG はですね、え、俺どうかしてると思うんだけど。なんかおかしいのがあるぞ。あれやばいと思いますよ。いやもうやめようよこういうの本当。わかる、これなんだかわかります？すごいゲーム面白かったのに。あのここ TKG でテンション高い。コーヒーフレッシュ。嘘でしょ。いわゆるほらホットコーヒーこうやってね。まあ、あのミルク入れるミルク的な。いやネタ切れだろこれ完全に。これね結構ね脂肪分ね、あの、うん、バターみたいな感じなんでね。はい、はい、箸。箸。箸。ちなみに何人で対戦できるんですか？はい、どれ？アンブレラコア。今絶賛調整中とのことです。あ、なるほど。はい。最終的にはまだ仕様固まってないみたいなんですけれども、複数もちろん2人以上でもできると。さあこれ醤油あった方がいいのかな。まあ、でも今そうですよね、醤油ないと卵の味ですもんね。そうですね。でもコーヒーあと海苔もあるよ、トッピング的な感じで。わかりました。でもコーヒーフレッシュに海苔っておかしくね。え、本当にかけるよ。白なんてこと、卵の色がカモフラージュされてご飯が真っ白に。ちょっとかけます。うわ嬉しくね。ちょっと海苔も乗っけちゃう。見て見て、これやだな。ほらやばい、なんかちょっと目玉焼きみたいになってますね。確かになんかちょっとね、これがねちょっとなんか半ゆで卵みたいな感じだったらすごい美味しいと思うんだけど、食欲をそそらないこれ。
白に白だからな。でもね、俺よくあのバター醤油ご飯とかね、夜中に食べたりするんだけど、それに近いんじゃないかな。それに近いんじゃないかな。近いといいよね。近いといいですね。すごい。このね、すごい勇気がいる。醤油の黒と混ざって、ちょっとグレーになった感じ。色ちょっと色がやべえこれ。色わあ色やべえこれ。あのちょっとねこれ赤みが足りないですね、あのこの色味に。なんかね、ちょっと顔色悪い人みたいな。色味がねちょっとこれねニコドだと伝わんないけど、ちょっと土系色、ゾンビ風。でも確かにちょっとなんか色が悪いですね。バイオ風かなこれちょっと。バイオ風だね。いただき誰がいるの最初に。えブンブン。いただきます。怖い、いただきます。これ怖い。ん？どう？あれ？味しなくね？味しない。あ、いただきます。なんかね、ちょっともう一個もう一個入れてみよう。これね、これ一個ぐらいだとよくわかんねえぞ。あ、ね、ちょっとねクリーミー。なんか卵の味も薄くなってない？うん、なんか薄いですね卵が。全体に。なんか味がわからないぞ。全体にぼんやり。ちょっともう一個入れてみ、ちょっとね、なんか見た目が2個入れたら見た目ちょっとリゾートっぽくなってきた。え、めっちゃ白いんですけど。醤油。じゃあいただきます。はい、どうぞ。うわぁ、なんかもうこの色ダメだと思う、これ。ダブル、ダブルね、ダブル。いや、2個入れたらちょっとあかん感じがする。うん、まあ、しょう。ダメだ。なんかちょっとね、うん、ちょっとクラッとくる。なんかね、クラッとくる。文字通り、クラッときたこれ、うん、多分地味だよね、これね、うん、地味だね。なんかね、胃がムカムカする、これ脂質だもんね。脂食ってる感じですね、本当、うん、これは、ないですね。ないです、うん、ない、ない、ない。え、味しなくないですか。俺ちょっとね、意外とあるかも。嘘、おかしいよ。お前、味覚もボンクラなのか、マジで。本当に結構いける。じゃあ、ボード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 ください。え、これはちょっとなんかやばい感じがする。ゲデオ的にはどこなの、評価分かれる感じ、これもしかして。いや、分かれねえべ、うん、分かれねえよね、うん、匂いがまずちょっとやばい。インパクトはでも微妙なんだけどね。微妙ですか、インパクト、うん、どこだよ。でもね、早く悩んでる。ここかな。嘘でしょ、そんなわけねえじゃねえかよ。まさかお前は。まさか。あれ、俺意外とあれだぞ。アホか。この辺これ、俺そんな人かな。俺もそこだと思うよ。まずい。ちょっと3対1で分かれましたね、これ。分かれてないから。デオさん、下までポンコツだった。ポンクやが、ほんと。そうだよ。この辺でいいですかね。この辺かね。この辺じゃないですよ。終わってください。はい、この辺にします。いやいや、これ久しぶりにこれダメ、うん、ダメ TKG でしたね、うん、なんかね、TKG がこういう感じになると、うん、出演者全員のテンションが落ちた状態で最終的にね、番組が終了してるから、この番組ダメだったのかみたいな感じになってるのが、すごい良くない、良くない、良くない。確かになんかエンディング暗いですよね。そうなんだよ。テンションが、はい、あ、なんでちょこのままだと、だつまりこれが出てきたってことは、うん、来週以降こんなんばっかになる可能性があるから。そうだからね、皆さんおすすめをもう今更ですけれども教えてください。本当お願いします。あと回数少ないですからね。そう、あとね2回か3回ぐらいでしょ。あ、マジで、うん、多分。じゃあぜひ皆さんのおすすめ聞いてください。おいしいのがいいな。僕ら美味しいの食べたいですからね、はい、お願いします。はい、というわけで、ハミツー TKG この辺までなんですけれども、はい、明日はですね、ファンタジーライフ2、あの妖怪もちぷいぷにの日、ファミツーアップをお届けします。レベル2出るんだ。そうですね、あのスマホで出るんですよ、ファンタジーライフ2。明日レベル5さん特集をやります。はい、それから、来週のこの時間は、10日直前光栄テクモゲームズ新作祭りスペシャルです、そちらもぜひお楽しみにしてほしいなと思います、はい、あれ金曜日なかったっけ。金曜日、来週金曜日、どっちいいのかな。今週金曜あるよね。あります。今週金曜日は、あ、今週金曜日も三国志スクール、はい、三国志スクール今週の金曜日にやります。そちらもぜひ見てください、はい。そして、今ですね、今月末に開催の10日本番の、数量限定の優先入場券や、お得な前売り入場券も発売中です。ぜひ、上に出てますうんこめから、公式サイトをチェックして、当日、幕張メッセまで足運んでいただければと思います。次の番組が、果たして間に合ったのか、バイオハザードクリアするまで終われま店員第9夜、はい、小島さんの番組です。このままジャンプで見られますので引き続き10日 TV をお楽しみください。お願いします。本日ここまでです、はい、また会いましょう。さよなら。バイバーイ。 TKG お待ちしております。 TKG ください。バイバーイ。